USS メルヴィンはフレッチャー級駆逐艦でアメリカ海軍の駆逐艦。艦名はジョン T メルヴィン中尉にちなんで命名された。その名前を持つ艦としては2世紀目。スリガオ海峡の野戦では両艦であるレメイド、マクゴーワンとともに戦艦不走に向け来撃を行い不走の撃沈に貢献した。青い悪魔、無慈悲なメルヴィンというあだ名を持つ。 第二次世界大戦メルビンは1943年7月6日にフェデラルシップビルディングドライドックによって建造されニュージャージー州カーニーに置かれたメルビン中尉の祖母であるガートルード・シーベリー城が公演し1943年10月17日に浸水そしては1943年11月24日に収益し 司令官ワーナー・アール・エド・サールが指揮を取った。ベルムダでの訓練の後、メルビンは1944年2月1日に太平洋に向けて出港、3月4日にパールハーバーに到着。5日後にマジュロへ移動し、翌月は大潜水艦パトロールを実施し、マーシャル諸島で日本が保有する干渉の封鎖に参加。5月2日にパールハーバーへ戻り、 集中的な火力支援訓練を受け、5月31日はタスクフォース52.17とともにサイパンに向けて出発。6月13と14日の夜にその島に近づき、数時間後サイパン北部を攻撃している間、さらに焦船へ向け攻撃を行い焦船は大炎上を起こし沈没。次の23日間、大地艦砲射撃を行い、パトロールを実施し、 17日に敵の潜水艦に損害を与え、海兵隊への火力支援を行った。7月8日からテニアン島への砲撃に参加。その後再びメルビンはエニウェトクに向けて出航し、18日、兵員輸送船を護衛し、グアムに向けて出航した。7月22日から8月7日まで輸送船とオイラーを護衛。ガダルカナルでの準備の後、 9月8日から21日まで南部のパラオ諸島の占領作戦に向けたウリシ占領のためにタスクフォース TG33.19 へ所属。戦車用陸艦をホランディアに護衛した後マヌス島に到着し、レーテ島の攻略へ向けタスクフォース TG79.11 に所属し、メルビンは10月11日にドラグへの攻撃で使用される上陸用の護衛で、 フィリピンに向かって航海した。10月20日の深夜0時過ぎに0手湾に入り、ディナガット海岸とハイベソン等の間に割り当てられた護衛基地を利用し、次の紹介パトロールを実施。4日、25日の早い時間に魚雷攻撃に参加し、スリガオ海峡の戦いを開く。両艦のレメート、マクゴーワンともにメルヴィンは、東から攻撃。 午前3時直後に魚雷を発射し始め、メルビンの雷撃は、不走の右辺中央部に1から2発の命中を記録し、不走は雷撃により、戦力から落後、午前3時38分から50分の間に爆発炎上を起こし沈没した。攻撃後、ディナガット海岸からハイベソン島へ向けて撤退。ジェシー・ビー・オルデンドルフ帝督の海戦勝利に貢献した。 不走は戦隊を真っ二つに分断され爆発したと記録がある一方、駆逐艦、ハッチンスの戦闘商法にはそのような記載はなく、不走撃沈の詳細に関しては同日撃沈の同警官山城と混合されており、日米の証言、資料でも差があり、未だ詳細は不明のようである。1945年メルビンはオランダに向かう途中、12月にフィリピンへの補給船団を護衛し、 ソロモン諸島に戻って、演習を、ルソン島への攻撃を行う。12月25日にパービスワン、フロリダ島を出て、マヌスへの輸送を護衛し、次に、リンガエワニへと護衛した。1945年1月11日に到着し、偵察と火力支援、及び護衛任務へ、参加、15日まで上陸をカバーし続け、その中で、 信用や神風特攻隊による攻撃にさらされた。ルゾンからメルビンは南に向かって、レーテに向かい、次にカロリン諸島と新しい任務に向かい、第38任務部隊に所属となりメルビンは2月10日にその部隊で北上し、伊洋島の戦いでは最前線で防空をになった。3月中旬までにメルビンは、ウリシジまで再び第38任務部隊に再び加わり、 沖縄戦の準備をするために14日に北西に向け公開した。次の61日間、メルビンは空母の随伴艦として守り、4月1日以降に、主力を尽くす海兵隊の火力支援、紹介任務に参加。5月中旬に売りしじまで少し休憩した後、24日に琉球諸島に戻り、これらの島々の施設と九州への攻撃に参加。六月中旬、 駆逐艦がサンペドロ湾に停泊している間に休憩に入ることができた。7月1日に再び航海を開始し、空母は日本本土への攻撃に向け北上。メルビンは本州と北海道のムロラン艦砲射撃に参加、8月10日まで空母に止まった。ついで北に向かって航海し、タスクフォース92に参加してバラムシルの対艦総統と砲撃を行う。 12日に任務が終わり、機雷除去の任務を受けて、アラスカのアダッカへ向かっている途中で、日本の降伏の知らせを受け、占領任務のために日本に戻るという新たな命令を受けた。10月12日に本州北部からアメリカに向けて出発し、11月4日にサンフランシスコに到着。1946年5月31日のサンディエゴで退役し、 太平洋予備艦隊所属となった。1951から1954年メルビンは1951年2月26日に最終駅し、6月1日に出港した。ロードアイランド州ニューポートが大西洋艦隊のデスラ24に参加し、第2及び第6艦隊を強化して、駆逐艦を韓国での国連の取り組みを行った。2年半の間、 東海岸沖とカリブ海を航海し、1952年4月22日から10月8日までと1953年4月22日から6月6日まで配備した。1月13日1954年、再び退役。サウスカロライナ州チャールストンの予備艦隊に加わり、1960年にフィラデルフィアグループに再配置されるまで、そこに停泊し続けた。 メルビンは1974年12月1日に除籍。8月14日に売却され、1975年にスクラップとなり解体された。メルビンは第二次世界大戦において呪術、従軍聖賞を獲得している。この記事にはパブリックドメインアメリカ海軍の辞書のテキストが組み込まれています。海軍戦闘戦。エントリーはここ。 外部リンク NAVSOURCE.ORG USSMELVINHAZEGRAY.ORG USSMELVIN Wikipedia NIPPONKAIGI.net ありがとうございます。